早稲田大学高等学院、中学部。早稲田大学高等学院、中学部。早稲田大学高等学院、中学、部。英名、早稲田ユニバーシティジニアジュニアハイスクールは、東京都練馬区場、尺字3丁目に所在し、中高一貫教育を提供するシリーズ。男子高等学校、中学校、併設混合型中高一貫校。前身は、 1899年開設の東京専門学校床である。設置者は学校法人早稲田大学。略称は総大学院、学院、早田会員など。高等学院では生徒たちは学院生と呼ばれ、正式な書類や掲示など様々な場面でもこの通称が使われている。本校では1920年から1949年まで存在していた。 旧制早稲田大学早稲田高等学院についても述べる。早稲田大学直属の付属校として設置された最初の学校であり、後から設立された早稲田大学本庄高等学院、1982年設立と合わせても2校のみである。一条校でありながら、学校ではなく、学院を称する珍しい機関である。設立の源流は、 バセダ大学の前身東京専門学校の時代に置かれたヨカにまで遡る。最初に置かれていたヨカは本家入学希望者への1年の予備教育であり、1883年から1886年、2年後、新規に設置されたヨカは高等小学校卒業者を対象に募集したが、折り悪く奥間主義の部が爆弾テロに遭うなどの諸事情で学校の運営に支障が出たことで、 学校再検索の一環で廃止されている1888年から1891年、1899年に誕生した中等学校卒業者を対象とする高等余科をもって現在の高等学院の前身と見ることができよう。1902年には東京専門学校が早稲田大学に改称。1908年には理工科、現理工学部設置とともに 理科の高等予科も開かれた。1920年、早稲田大学の大学令による大学昇格に伴い、高等予科も大学予科としての内容の充実が図られ、早稲田大学早稲田高等学院と改められた、現在の早稲田大学富山キャンパス内、1922年より中学校4年修了者対象の第一高等学院。 中学校卒業者対象の第二高等学院、大学校内の二校体制を学生改革まで維持した。戦前期、早稲田大学の学部に入学するには、中等教育終了後、第一、第二いずれかの高等学院で予備教育を受ける必要があった。学生改革で旧生から新制に転換する際、旧生高等学校のように、新制大学の教養部や、 各学部に再編されるのではなく、従来の実績を踏まえながら、大学の中核となる学生を育成する付属の高等学校とて生まれ変わり、現在に続いている。1949年、新生早稲田大学付属早稲田高等学院が、発足。1950年、早稲田大学高等学院に解九1956年、上尺字に移転。二千十年、 中学部を新設開校。学校法人早稲田大学直属の付属校であり、大学学部と同等という位置づけである。卒業生は原則として、全員が早稲田大学の各学部へ進学できるため、首都圏でも屈指の受験難易度を誇る。早稲田大学の付属校として、他に早稲田大学本城高等学院、埼玉県本城市、1982年開校、 2007年教学科がある。なお、学校法人が異なり、学校法人は瀬田大学とは継続校という形で連携する学校がある。いずれも本校と直接的な関係はない。旧級生以来の伝統を受け継ぐ大学直属の高校として広大一貫教育を掲げてきた中学部の創設までは、大学学部と同等という位置づけのため、 学院の生徒賞は、早稲田大学の学生賞とほぼ同じである。早稲田大学図書館での入館賞、利用者カードとして用いることができるほか、敷地内の関係者以外立ち入り禁止の部分も、大学のキャンパス同様に自由である。また、校舎は、大学のキャンパスの一部という位置づけであり、大学のキャンパスの建物の投資番号、70番台が当たられている。校内には、 散歩や通り抜け、犬の散歩などをする者も,も多々見られる。極めて自由である。制服として学生服が存在しているが、高校のみ、私服通学との選択性で、日々の学生生活では、私服着用者数が圧倒的である。一年生は入学当初は学ラン着用者が半数以上であるが、三年生では学ラン着用者はあまり見られなくなる。下駄 サンダル、半ズボンでの通学が禁止されている他に特別拘束はない。アルバイトも届け出なしに可能である。選抜も自由である。聴覚活や修例のようなものはなく、掃除は業者が行うため生徒による掃除活動もない。学院生の1日は授業と休み時間のみで構成されている。生徒は大学と同じように一元に間に合うように学校に来て、 最後の授業が終われば帰ることができる。卒業すれば、エスカレーターで進学できる学院に対し、早稲田大学側は入学後の一部の内部進学者の成績不良を心よく思っておらず、学院側に兼ねてから、教学科、または中高一貫教育を打診、学院側はどちらも受け入れられないとする状況が、少なくとも90年代半ばくらいから続いていた。 中学部設立に関しては、内外からの反対が強く、設立決定前の校内アンケートでは、反対がほぼ100%を占め、反対署名などの運動も行われた。教師、OB からの反対意見も強く出ていたが、大学側に押し切られる形で設立が決定となった。初の直系附属中学校となる、高等学院中学部を2010年度に新設する、 ことを2008年7月19日に正式発表した。校舎の着校は同年8月。生徒数は1学年4クラスの120人。中学部初の入学者を迎える2010年度から高校募集枠を480人に、2010年度入学の中学部生が高校1年になる2013年度からは、さらに360人に減らし、 中高全体で1800人を保っている。教学科への論議も90年代に存在していたが、そのためには、教員の男女比率も半々にする必要があること、トイレなど、学校施設の整備が必要という点などから、2015年の時点でも実現には至っていないものの、中学部の設立、中学校校舎建築、高校校舎建て替えが決定したため、 教学化の計画は事実上なくなったとされる。なお、本庄高等学院は2007年度に教学化した。高等学院と同中学部は中高一貫校の関係にあるが、一部のクラブ、特に運動系は、練習メニューが中学生と高校生では違いすぎる。ため、同一の組織にするメリットがないとの理由から、中学部生を受け入れない方針を表明している。また、 学院祭の期間中には、中学部は学校祭り日となり、高校と中学部では行事を共有することは基本的にない。これは根強い中学部設立反対意見に配慮したものと説明されている。設立後の2010年度に発行された学院雑誌第57号でのアンケートでは、学院生にあってはならないものはという質問に対して、 中学部という回答が27%を占める結果となった。現在でもグラウンドなどの施設の使用制限や高校の文化祭時には中学部は校外学習で学校を離れているなど反対派への配慮が見られる。上石寺の現行地は1477年文明9年に大田道館が石寺白攻めの際に築いた尋常。 あたごや丸ルの後にあたる。早稲田大学の一員として、早稲田大学見学の精神に基づく。なお、校歌は、学院の遠隔から、大学の学部と同等の扱いを受けるため、大学と同様に、都の西北である。また、応援歌も、大学と同様に、紺碧の空である。旧制以来の伝統として、第二外国語が必修であり、ドイツ語、フランス語、 ロシア語、中国語のいずれかを1年次より履修する。中学部の生徒は3年次よりドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語3ヶ月ずつ学習し、それらを参考に高等学院での第二外国語を選択する。2005年度より開始された総合的な学習の時間では、1年次にはプレゼン発表、2年次にはディベート活動、3年次には 個人で決定したテーマについて1万2000字程度の卒業論文の執筆が課されることとなった。そしてこの単位は学部進学要件となっている。1000人教員はほぼ全員が修士課程以上の課程を修了しており、特に自科系においては博士号を持つ者も,も数多い。また、大学でも講義を持つ研究者である教員も多い。このことは本校が 大学受験のことを全く考えなくて良いという事情とともに授業内容に大きな影響を与えている。すなわち、文部科学省の定める一般的なカリキュラムにとらわれることな、大学のように教員の研究分野に沿ったより発展的、専門的な講義を教員が展開する場合が多い。 この傾向は特に社会科学系の科目に強く、教科書に全く記述がないトピックを扱うことままある。日本史は伝統的にペリー来航から明治維新までしか扱わない。他方、理系科目ではコンピュータを活用するもの、大学の範囲を先取りするものなど、非常に高度かつ発展的な授業が行われている。3年時の卒業論文では、 大学の研究室を用いての実験も可能である。入学時に第二外国語科目及び芸術科目を選択するが、その選択によってクラス分けが行われ、入学時から卒業までクラス外が行われないことも特色である。そのため、学院 X クラス同窓としての交流は修正に及ぶ。卒業すれば、早稲田大学への内部進学が原則として、 保証されるが、期末試験、学年末試験で然るべき成績であること、出席日数を満たすことが条件。成績は、各科目100点満点で表され、50点未満が、積点となり、6単位分以上の積点を取った場合と、1年間の、総合平均が60点を下回った場合、留年となる、積点が5単位分の場合は、総合平均62点未満が、年対象。これらは、 学習指導要領の改定や授業時間数の変更などにより、時代により基準は変更されている。50点以下が積点という比較的高い基準である。ため、毎年1学年につき10から20人程度が減給となる。この数は国内でも有数である。始業は朝8時40分だが、かつては週に2回、1年生と2年生は10時40分始業の日が存在した。 しかし、2013年度からの新カリキュラムへの移行により、2013年度入学生より、登校時間は一律8時40分になった。1コマ50分で、就業は15時。朝、及び帰りのホームルームは行われず、各学年週1回、授業1コマを使って、ロングホームルームが行われるが、実際には、ホームルームは、 先生が30分程度で終わり終わることもしばしばである。教師の不在などにより別の教師が教室にやってくる代行と呼ばれるものがあるが、代わりの教師はほとんどの場合出席を取ると帰ってしまう。そのためその時間は休み時間と同様に過ごす生徒が多数。代わりの教師が教室に入った時には歓声が上がることが多い。 大熊茂信が、男は、掃除をせずに勉強しろと言ったため、掃除もない。校内の掃除は専属の業者、チームワセダが毎日行っている。校舎はまだ建て替えて間もないこともあり、トイレ等は、最新の設備が導入されており大変清潔である。2006年度から、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに、2014年度から、スーパーグローバルハイスクールに指定されている。 米式シック集球部、想定部をはじめとして、ラグビー部、遊弁部、グリークラブヨット部、軟式野球部、球道部は全国レベルである。米式シック集球部は全国大会優勝5回、準優勝5回を誇る名門である。1990年代中盤には停滞期もあったが、近年では全国大会の常連となっている。2010年はクリスマスボールで、 関西学院高等部を17から6で下し24年ぶり2度目の全国優勝を成し遂げている。2011年もまた関東大会を制し、クリスマスボールへ出場し、大阪産業大学附属高校との熱戦を繰り広げ、10から10の両校優勝を果たし、2年連続日本1を成し遂げている。2012年も練習試合も含め1年を通し、無敗で、 春秋と関東を制して、クリスマスボールへ出場した。クリスマスボールでは、関西学院高等部に28から17で勝利し、優勝、日本一。2013年のクリスマスボールでは、立命館宇治高校に勝利し、関東勢では、史上初となる全国4連覇を達成した。2010年、2011年、2012年の3年間では、公式戦、 練習試合において一度も負けることなく3連覇を達成した。想定部は1993年の全国選抜で脱出機フォアで優勝。夏のインターハイでも3位入賞した。翌1994年にも全国選抜で4位になり、2006年に12年ぶりに全国選抜4位となった。また、二千七年に行われた秋田和菓子国体に十二年ぶりに出場し、 入賞した。新生高等学院の開校の年から存在する、最も伝統のある部である。弓道部は2006年に個人競技で2011年に団体競技でインターハイに出場。全国選抜大会には2009年に個人競技で2015年、2016年に団体競技でそれぞれ出場するなど、東京都トップレベルの実力を有する。 2013年には関東個人大会で優勝。2015年には東日本大会で団体ベスト8に進出した。都大会での実績も順調で、周期大会では2013年から2年連続で準優勝。2014年は新人大会と都個人大会で優勝。2015年には新人大会で準優勝。2016年には 関東大会と予選と周期大会で優勝を果たした。ヨット部は2001年から2006年までの6年連続で国体東京都省年男子、FJQ 代表に選ばれている。郵便部は競技ディベートを軸に活動している。激戦区である関東甲信越地区においては2006年夏期以降2年間腐敗という戦績を残し、全国大会においては2009年に優勝し、 2003年には、準優勝、2002年や2007年にベスト4に入るなど目覚ましい活躍を上げている。グリークラブは2003年に、全日本合唱コンクール全国大会で金賞を受賞しているほか、NHK に出演して NHK 全国学校音楽コンクール課題曲の参考演奏をするなど、セミプロ的活動も行っている。 南式野球部も全国にたびたび出場し、2012年の秋には関東の決勝で延長15回引き分け再試合という熱戦を繰り広げ、準優勝に輝いている。2013年には関東大会準優勝、全国大会ベスト8、国体準優勝を果たした。公式野球部は2010年の第92回全国高等学校野球選手権。 西東京大会でベスト4になっている。準決勝では、創日との兄弟対決となり、神宮球場は、大いに盛り上がった。2014年周期と大会では、競合に小学赤大学附属校相手に、延長15回の末零から1という熱戦を演じた。2015年の夏の西東京予選では、シード校となっている。主な行事は、学院祭、体育祭、 学芸発表会であり、修学旅行は存在しない、かつては実施されていたが、1976年、昭和51年に冷水した、当時の幹事会長、生徒会長が、京都御所に、自社で侵入して放火し逮捕されたため中止となった。現在は、御所乱入事件として、学院生の間で、都市伝説的に語られている。毎年10月に行われる、文化祭、学院祭には、 1> 約1万から20,000人もの来場者が訪れていたこともあったが、2015年には7000から8000人程度まで減少している。ただし中学部は学院再期間中に校外活動を行う。これは根強い中学部設立反対意見に配慮したものと説明されている。体育祭の時期も中学部は校外活動を行う。体育祭は 男子校ゆえに非常に熱くなるが、基本的に自由で判断は生徒に委ねられるため、中には朝出席だけ取って帰る人や、教室でずっと遊んでいる者も,もいる。学院祭、体育祭等の行事は企画、運営も、基本的に、生徒主導であり、多くの教員は休み、もしくは朝の出席だけ取って帰宅する。期末試験後は、就業式までおよそ一週間前後の休み。 入試期間中にも約一週間の休みが与えられ、そして夏休みは7月半ばから9月第一週までなど休みが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。